え後藤さんのグリップですねえこれ見てください、えー、松山が突き指してね、うん、ここ外しなさいって言ったら外してましたけど、えー、私もよくね突き指したんですよで、あのー、それでもゴルフ行きたくてやってねでこうやって持って回りましたねで彼女がどうだったか分かりませんけど多分そういったきっかけで こうやっったらら引っかからないし力があればねこれ別にあのこうやって持ってもクラブ支えるし逆にこんなとこ持たないからコックもしやすいしあの悪いとことはないんですね。であの右手もねあの邪魔にならないからあの親指がシャフトと平行に近く入りやすくなるでしょ。だからこういういのねあの いやこれが正しいのかもしれないとか私は思ったこともありますよね。まあじゃあなんでこうやって持たないのって言われるとね、あのー、なんとなくみんなと同じに持つレッスンがあるからとかねそういうふうに、あのー、考えちゃいますけど、うん、まあこの方が怪我もする心配ないし素晴らしいですよね。はい、以上です